13歳の頃に性加害を受けました。その後まだまだ在籍してた期間はありました。自分がそういう経験をして下の子たちに絶対にこういうことをさせてはいけないんだっていう勇気を持ててたら、その子たちは被害を受けてなかったかもしれないって考えたら、今の観点でいうと僕も加害者になってしまう。もうこういうこと二度とないようにはどうしたらいいのかを考えましょうよって、もう次のステップに行きましょうよっていうのが僕の考えと言いますか、今の精神状態って感じです。本日の議題として、まず前半では記者会見で発表された方針に納得できたか、そして後半では同じような問題が起きないためにメディアや広告主はどう変わるべきかについて議論していきます。それでは早速始めていきます。まずはじめに記者会見で発表された方針に納得できたかなんですが、一応先ほどのスライド出ますでしょうか。はい、こちらですね。1、被害の状況、2が事務所名の変更、3番が藤島ジュリー景子氏との資本関係問題、4が所属タレントの動向、そして5が今後の説明責任ということで、こちらの記者会見を受けまして皆さんの意見を伺っていきます。はい、皆さんお手元のボードを上げください。どうぞ。はい、納得できたかですね。はい、橋田さんがイエスで、ちっちゃくノーと書かれています。ものすごい小さいですね。すっごい小さいです。はい、そして、はい、そして浜田さんが納得で、会社分割と資産保証に、納得できない部分、東山氏の両者経営、はい、ジュニアを残すというところと新会社の、資本構成ですね。はい、そして高田さんが、ジャニーズの発表、これは丸マイナスですね。はい、できれば前回やればよかった、メディアの質問に関しては、罰でどうでもいい質問が多い。はいはい、そして福田さんがイエス、芸能界が一歩前進ということです。はい、そうですね。じゃあここはそうですね、やっぱり一番最初やっぱり大きくイエスときたので、やっぱりここ本当に上と僕は驚きましたけども、はい、橋田さん、はい、でもちっちゃいのがある。ちっちゃいのもある、はい、そうですね。まず前提として、そのこれだけの大きな本当にエンターテインメントの日本のトップで歴史のある会社が事実を認め謝罪した、はい、っていう状況がまず本当にさっき小坂さんが言ってたように歴史が動く瞬間だったと思いますので、それが1回目の会見だったと思うんです。2回目の会見、先日の会見っていうのがどういう方向を向いて始めていきますよっていう状態だったと思うんですね。その1個目を考えた時にはこの2回目の会見っていうのは、まあ確かにそういう方向を向いて動いていくんだなっていう部分ではすごく高く評価できる記者会見だったのかなと思います。ただまあその今後の課題、その進捗情報の報告だったりだとかも含めて、今後の課題が絶対に不可欠な情報量の具体的な部分というのはもちろんありましたけど、中でもやっぱりそのじゃあどうやっていくのって噛み砕いていった時にすごく情報量が少なかった記者会見ではあったのかなのちっちゃいのですね。これ橋田さん本当によくこういうこと言われてて、きっと橋田さんは中にだから本当にジャニーズがあれを認めて人前に出てきて記者会見をするっていう異常性、はい、一番知ってると思うんですよ。いやもうすごいことだと思います。はい、これがつまり今までのマスコミのダメな部分だったんですよね。うん、他の事務所だったら事務所まで行くんですよ。でも必ずジャニーズって会社の写真1枚で正式コメント、だからこそこの今回の、うん、とんでもないことっていうのを気づいている。ただそのノーはやっぱりあまりにもちょっと説明が少なかったというか、もやもやする分が多かった。そうですね。本当にだから進捗情報が本当に報告されていくのか公開されていくのか、それがスパンが長ければ意味がないですし、短いスパンでしっかりとこういう今状況です状況です、まあ、救済の方もですけど、新しい新会社の体制だったりも含めてちゃんとこう短いスパンで報告されたらばいいだけの話なんですけど、うん、それがされなかった場合、本当にこの記者会見自体がすごく意味がすごくちっちゃくなっちゃうなと思って、それがイエスがちっちゃくなっちゃう、うん、あれなと思うんですけど、まあ、今のこの時点で今日の時点ではこのサイズ感かなっていう、うん、はい、思いました。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあそのまま、じゃあ行きましょうか、田中さん。はい、はい、ジャニーズの発表自体はやっぱり、まあ、前回やってればよかったなと思いますけども、僕らが聞いてもここまで踏み込んだなっていう感じはすごくしましたですね。はい、でマイナスをちょこっとつけたのは、例えば東山さんとか井ノ原さんが本当にトップでいいのっていう感じはあります。
まあ、ジュニアの方々とかタレントの方に向き合わなきゃいけないっていう意味だと同じねタレントさんの方がいいかもしれないんですが、それは別に社長副社長じゃなくてもいいんじゃないかなっていう感じはしたっていうことと、あと補償の、まあ、原資だとかエージェント制の具体性とかっていうのは、まあ、これからなんだろうなっていうふうに思いますので、これから詰めていただければいいっていうふうに思いましたんで、これ丸のマイナスにしました、はい。でまあ、ただ僕ちょっと思ったのは、あのメディアからのご質問がなんか、まあ、ちょっとなんて言っていいか分かんないけど、ちょっと変わった方々とかもご質問がされていたりとか、なんかその命が言ったことに対してみんなで拍手したりとか、まあちょっと情けなくねえかなっていうような感じがすごくしたというのがあります。で本当は僕らが聞きたいのは、まあ性加害の問題がまずあって、それをどうして世間に流させないようなことをジャニーズはやったのかということなんですよ、うん。要するにどういう形でメディアコントロールをしたのかっていうことを本当は聞きたいけども、うんうん、これはメディアさんにとっても諸刃の刃になっちゃうから、そうなんです、うん。で、あの昨日からちょっとネットで騒ぎになってますけど望月さん、はい、でもよくよく聞くと最後にいい質問してて、うん、やっぱ例 の、 あの副社長白波瀬さんのはコメントが出るんですかっていうふうにおっしゃってて、うん、で東山さんは今度ちゃんとコメントを出しますというふうに言っていますが、うん、これが本当にちゃんと聞き出せるメディアがあるのかどうかっていうのが返ってきますからね、自分のところ。そうですね、文春が白波瀬元副社長独占インタビューなんてやったら、うん、多分今度またえらい騒ぎになっちゃいます。そうですね、うんうん、だからこの辺はもう僕らの周りはジャニーさんがしっかり今回のやつを進めていただければいいけども、うん、メディアがどうなのっていうことにすごく僕の周りは興味が移っています、うん、そうですね、はい、いやニュースペクスのコメントもほとんどそれでしょう、うん、そうですよね、うん、そればっかりですよ、うん、僕それ書くと必ずいいねが100ぐらいつく。いやいやいや、はい、だと思います。もちろんちゃんと分かった方がいいと思う。今回の件で、うん、あの僕はね共犯だと思っているんで、うん、ここは本当にどうやって言っていいか分かんないけど、やっぱそれは正直性加害のある詳しいことは本当に僕ら知ってる人知らない人分かれるんですよ、うん、だけどそのメディアの支配に関しては全員知ってますね、うん、でもそれはなかなかやっぱり自分に直接帰ってきて、まあ、共に帰ってきますからね、自分のスタッフ全員見殺しにするっていうことになってくる、うん、それを逃げ道がねメディアが例えば今回はそのきちんとそうやって声を上げてくださったから、うん、全員であのパワーが言ったんだけど、これがなかなかいけないって個人の問題と、やっぱりメディアっていう組織ですよね、この組織全体がなってしまったっていうところがきっといろんな思いで浜田さんがきっと語ってくれると思います。浜田さん、はい、お願いします、はい、あの納得できた部分と納得できなかったなと思う部分があるんで、まあ、両方言います、はい、あの私は当初からやっぱりあの解体的出直しというんであれば会社分割しかないかなと思っていたので、それはまあ実際に保証する会社と、まあ、いわゆるそのマネジメント会社に分かれたことは、まあ、これは良かったなと、これしかないんじゃないかなと思っていて、まあ、そうなったのは良かったかなと思うのと、いわゆる創業権のまあ資産をほぼまあ保証に使うといって、その後に廃業というのも、まあ、この道しかないのかなということは思います。でもう一つ の、 その新会社の方で、まあ、いわゆるエージェント制を取る、これ多分福田さんに後でお聞きしたいんですけども、その意味って多分芸能界にとってものすごく大きいと思うんですね。いわゆる所属タレントじゃなくてエージェントって、まあ、まさにのんちゃんなんかやってる方式だと思いますけども、これを事務所全体であの規模で取るっていうのはものすごく画期的なことなんじゃないかなというのは思ってますが、一方でじゃあ納得できないというのは、本当にじゃあ東山さんの社長でそれだけの大きな、まあ、事業転換というかができるのかっていうのはちょっと分からないです。東山さんがそもそも、まあ、その2社の社長兼ねるっていうのもちょっと難しいんじゃないかなというのがあります。まず業務的にもかなり、まあ、全く違う業務をやらなきゃいけない、しかもエージェントという新しいあのマネジメントのスタイルを取らなきゃいけないときに、もう少しやっぱりそういうプロの経営者なんかを入れた方がいいんじゃないかなと思ったのが納得できなかったところと、もう一つ私はやっぱりジュニアを残すっていうのはやっぱりジャニーズの、まあ、ジャニー喜多川氏の痕跡をなくすと言ってるわけですね、うん、でこのジュニアの育成システムそのものがジャニーズ事務所だったと私は感じています、うん、でそれこそがあの事務所が最強になった、うん、でやっぱりファンをやっぱりこうずっと下からファンも育ってきたという最強のやっぱりシステムだったと思うんですけども、
まあ、昨日井ノ原さんはいろんな大人で見ていくから大人が一対一になることはないからもう大丈夫ですってことをおっしゃったんですけども、そもそも、まあ、ただその育成システムそのものが残るっていうことはかなりやっぱりジャニー氏の記憶とやっぱりこうなんてセットになってしまう人たちはいる。その仕組みを別の形にしない限りはなかなか解体的出直しの部分のやっぱりそこが残ってしまうのかなとは思いました。なるほど、はい、このジュニアに関して橋田さんどう思いますか。育成に関して、はい、僕はすごくその本当この場で呼んでいただいて、その、はい、僕は多分皆さんよりも本当に知識がなくて理想論ばっかりになっちゃうかもしれないんですけど、いやいやいや知識関係ないですこれは、うん、ありがとうございます。こういう本当に性加害問題っていうのは絶対に本当にダメなこと、本当に二度とあってはならないことっていうことが大前提として、はい、そういう組織だったからこそまた子どもたちの育成をやるっていうことはすごく意味があることだと僕は思ってて、それをじゃあなぜそう思うかっていうと、